はい、あの田んぼダムというのはあの水田の上空からこう降ってくる雨を、えー、水田の中にできるだけ貯めてですねゆっくりゆっくりと水を外に出すことによって、えー、それが集まってくる河川の、えー、氾濫をできるだけ軽減するとおいったそういった取り組みになります。もともととですね2002年に新潟県の今のの今村上市の 上林とというところで取りり組みが始まりました補助整備要するにもっとこう区画を大きくして、えー、農家さんが使いやすいような効率的な水田を作るという、えー、お話があった時に、えー、補助整備をするとですねどうしてもこう水路がまっすぐになったりとか水田から水が出しやすくなったりしますのでそれによって下流側の、えー、水害がもっとひどくなるんじゃないかという懸念があったわけです。 でそれに対してそれでは大雨の時に、えー、流出を雨を一気に出さないでゆっくり出す仕組みとして田んぼダムというものが地域の方々と、まあ、県の方々で合意されて 発明されたというののが取り組みの始めになります。で、私はその取り組みをよく知っていてその当時まだ東京にいたんですけれどもあの新潟に着任決まった時により科学的にかつ定量的にそれを評価することによってポテンシャルとしてはその地域のローカルな取り組みではなくてですね全国の水害対策に役立つんじゃないかとこういうことを考えました。 それであの、その発祥の地、えー、村上でですね、えー。研究を始めたというのが、も、えー、最初の、えー、きっかけになります。田んぼダムというのは、えー、もともと、農業をやることが、えー、主な場ですよね、水田というのは。で、えー、田んぼダムをすることによって、農家さんの、営農に影響を与えるようだと、農家さんは。 すすぐにやめてしまいまい洪水調整のための装置ではありませんので、えー、水田というのはですね、えー、そこをすごく留意しなくてはいけないということです。農家さんがが水水田のの管理のコントロールができる状態にしとかなくちゃいけないんですね。ねそれを考えるとあの大きな雨があった時のみピークをカットできるような仕掛けこれが重要だと思っています。で えー、まあ、水田のラック水溝とか排水溝っていうのはいろんな形状がありますので、それに合わせた装置っていうのを、えー、開発してきました。で、これは、えー、新潟県の見附市というところに入っている装置になります。えっ、ー、とこれ、この筒自体はですね。田んぼダムを導入する前から入っていたものです。この筒をですね。田んぼに入れることによって、農家さんが？ 設定したい水位に合わせてこれ上げ下げするだけですですから水の管理がとっても楽なんですよね筒の中にこのようなロート型の装置を入れましたそうすると何がいいかっていうとここで水管理しますよね小さい雨だとこっから入っていく水の量はそんなに大きくないです大きくないとこの穴から十分水が出ていくわけです そうすると洪水緩和、えっと流出抑制は効きません。で、この水位が高くなってここに入ってく水の量が大きくなった時点で、この穴が効き始めて、えー、流出抑制が始まります。だいたい水深にして3センチ以上にならないとこの流出抑制機能というのは働かないように作られています。で、ここが農家さんが水の水位を管理するための 水位管理ののための部位ですでこの穴が流出抑制をすするための部位で,すでそれを同じ場所に設けないでこことここ別の場所に設けてるから機能が分離しているということで機能分離型と呼んでいます。 見附市における田んぼダム、えー、福井率の変化ということなんですけれども、えー、毎年度、えー、設置率の推移っていうのを三附、まあ、地区、えー、補助管理組合さんから、えー、お願いしていて令和3年度が 95.8%4 年度が 96.0%5 年度になると96.4%という形で、えー、推移の方は上昇しているような形になっております。 まああの見附市はですね平成十六年の七月十三日にまああの当時の集中豪雨によってですね水害大きな水害に 見舞われたんですねで、まあ、幸いなことにあの死者あ等はですね出なかったんですけども実はですねその年の10月に中越大震災という大きな地震にも見舞われましてさらにあのその冬にですね大雪もあ,のあったんですね。で1年で3回大きな災害があって当時の三菱市長はですねやはりその災害の経験からその防災をですね主眼に置いたまちづくりにこうずっとチフト していくことになったわけですねで当時、まあ、私が農業の担当をしていましたのであの田んぼダムっていう言葉自体は私らもあの分かってはいたんですけども取り組んでみないかとお話があったんですね。で私は直感的に無理だというふうに思いましたなぜ田んぼダムが無理なのかというと田んぼダムを推進したいのはですねやっぱり自治体とか最も推進したいのは市ですよね。彼ららが自分たちででできるならいいんですよ で田んぼダムをやるためには誰の協力が必要かといえばさ農家さんなんですよね自分たちではないんです農家さんたちがその田んぼダムというものに協力をしてくれなければ1%も進むことはできないわけですねでその農家の不安の解消がまあ最重要の課題となっていましたで田んぼダム通常は通常よりもね長時間え水を貯留するので農家にとっては 稲に悪影響がないのかあるいはアの強度は確保できるのかなど不安を抱えてのスタートとなりますしかし田んぼの農事業を進めて恩恵を受けるのは協力した知見者や農家の方ではなくて主に田んぼの下流の方なんですねで、農家の皆さんが不安を抱えたままでは事業を進めることができないので農家の皆さんとの合意形成を図るために 都地改良区の方からの影響力を得ながら稲あとはあですねついて悪影響が極めて少ないっていうことを丁寧に説明して回って了解を得て、ま、着手していったというような形になりますまあ,あの近隣の自治体ですね取り組まれているね田んぼダム用の、えー、排水管っていうものがあったのでそれを取り入れたんです。まあ、その管がちょっっと特殊だったんですけども 今で言うところのあまりこうあの効果のないってかんっていうことになってるんですが、えー、農家さんにある程度業界を取らなくても勝手に入れ替えていっても農家さんんが別にややりたくくなななければやらなくて済む感なんですしたがってまあそれは土地改良区の説明をしてある程度の人たちにはお話をしたけれども半分以上はねやってくれるんではないかということで1年2年進めていったんですがそこで新潟県に相談したところ、まあ、吉川 当時ね准教授にご紹介を頂い,いて先生の方からこう見附市の田んぼダムっていうのはどのぐらい効果があるのかっていうものを検証していただいたんですねちょうどその時に新潟・福島豪雨っていうのがあのまさにダイレクトに来てですね、まあ、当時私はその中でもまあ田んぼダム当然やってるわけですからねまだ全域では田んぼダムにはなってませんでしたけれども3分の2ぐらいは田んぼダムになっていたんで、まあ、当然効果はあるだろう その大学の方のね調査していただいた結果として実は4割ぐらいいいの農家ししかか田んんぼダムに協力していなっったたという検証だったんですねさすがにですねやっぱり半分以下ということになるとどうしてそうなんだろうということを考えなきゃいけないわけですよねそこでまた先生といろいろお話をしてやはりその仕掛けその管理まず問題があるねということだったんです。 でその缶をじゃ改良して新しくあの導入していきましょうということだったんですが、ですがこの新しい缶っていうのは選択ができないんですね、農家さんの選択ができない。どうせ田んぼダムをやらないっていう選択ということは逃げ道がないわけじゃないですか。そうするとやはり、えー、皆さんの方には当然丁寧な説明が必要だったし、もう一つはこの田んぼダムは米を作るために必要なものじゃないんです。 したがって農家としての動機は期待できないんですねでもやってもらわなきゃいけないということになるとあとは外部的な要因まあインセンティブですよね与えるしかないわけですまずはあの農家の皆さんに経済的人的負担をかけないための具体的な取り組みとして必要となる調整管の購入費や設置費等初期費用の約1500万円は 市が負担することにして経済的負担を農家の皆さんにかけないようにしておりましたまた調整管の設置と維持管理なんですけれどもこちらはあの土地改良区の関連組織である見附地区補助維持管理組合に市が年間170万円を委託費を払っていますでそして実施してもらっています地区内に12基ある用水機場ごとに組織されていますで委託費はこの 組織に対しての田んぼダム事業の管理費そして田んぼダムを実施する農家へのインセンティブとして調整管1本当たり500円の維持管理費が含まれていて農家さんの方にもそれをお渡しさせていただいているような状態になっています。 田んぼダムに関してはですね、今取り組んでいる内容っていうのが、まあ、全国普及を目指して、田んぼダムがどういったところで効果を発揮するのか、要するにあの効果の定量化と適地の選定というのをしています。例えばですね、えっ、ー、と本当に海の近くの水田で田んぼダムを実施して。 何のの効果があるのかっていう話になりますよね下に下流側に守るべき資産がないところでやったところであまり意味がないわけです。ですからどういったところで被害が出ててその被害を軽減するためにはどこで田んぼ生を実施するのかということを特定するためのですね簡便な評価モデルっていうのを今作っている最中です。 それから下流域における機械排水機場についても田んぼダムを実施すると今あの、えっと、シミュレーションモデルを使ってです、ね、ものすごい時間をかけて精密に計算してるんですけれどもそれを全国でやろうとしてもです、ね、我々手が足りないのでできません。それを簡便に評価するモデルっていうのを我々今取り組んでですね作ってる最中です。これを使えばです、ね、各自治体であるとか あるいは土地改良区なんかがですねうちでやったらどのくらいの効果が出るのかっていうのをすぐに算定できるようになります中山間地域地域っていうのはどんどん疲弊しているわけですねこのままいくとですね多くの水田農業っていうのが衰退していきますでそうすると何が起こるのかっていうとまず食料供給の問題が起こりますよね でそれに加えて、いわゆる多面的機能であるとか調整サービスというものが失われていくということにつながっていきます。私はだから、あの水田の価値を上げてあげるということがすごく重要で、今、食料を供給しているというだけではなくて、ですね田んぼダムを一つのツールとして、国土保全にも役に立つんだということになれば、ですね積極的にその水田農業というのを残していく、田んぼダムというものがですね。 水田農業あるいは農地をきちっと資源管理をしていくツールの一つになるんではないかと,ということを目指してですね研究を続けているところです。